久野城は、茨城県牛久市九の町にあった、日本の城。JR 常磐線牛久駅の東へ約、約6.5キロメートル、大津戸川北岸の大地上に位置している。城の南側は幅広い谷津田が開け、西及び北側は、牛久大仏に隣接している。城の指名時する地形は、絶上大地というより、むしろ独立級に近い形と言える。名は寺山で、 昔は、寺院が建てられていたと言われている。江戸崎城を本拠とする時氏の市場として、戦国時代に築かれたようである。九野の観音寺の胸札には、永禄二年には、野口備前神の支配であり、天正五年の胸札には、統合領主時江智前守ると名前がある。この時点では、時氏の支配下にあったことがわかる。九野城主の時江智前守ると戦は、九野城を中心に、 下小池城などの市場と連携して、西側を防備していたものと思われる。時市の進出後、野口氏はその下で働き、土着し、現在に至ったと考えられる。久の城の角内には、野口一族の墓地がある。大地の南隅、主角に当たる狂わ一には、東北と西北に土塁、西北と西南に空り、そして、東南の斜面には二段ずつの腰狂がある。 車2は、場内で最も広い面積を占め、外角と思われる。車3と4は L 字型の空堀りにより分断される。車1と2に面する空堀りに土類があり、車3の南斜面に2から3段の腰車がある。車3と4の北斜面に細長い腰車が2から3段、ある。車1のここが東南と西北にある。 軍事的機能を優先させた城としてのイメージが強いようである。西、北方面に対する極度な防護体制や広い面積のクルワニによって裏付けられる。ありがとうございます。